じゃあ実際に走らせてみます。ちょっと最大スピードやってみます。これが最大スピードになります。で操作に関してはここで右回転左回転、あとは前進とバックになってます。すごいですね。山道をどんどん走っていく。